ムーミンクラブ MIP アクト25始まりました。はい、25ですよ。はい、来たね。はい、とうとう25、ね、25というかアタック25 25って、はい、実は結構節目なんですね。だから25やるっていうのは一つの、まあ、読めますか、ちょっと先に言っちゃうのもね、珍しいぐらいですけど、ね、節目ですから、まあ、書いたところで分かんない、全然ね、数例と書いて数玉解析学概論何のこと、解析学概論ね、理系の方なかったらね、今回はこれを使って古代史の謎をきっちり解いてみますよ。へー、今回は授業だからね、授業もう読んでいらっしゃる方、そしてね、飛鳥さんの本を読んでるアスカリアンの皆さん、はい、ピンときましたね。お、実はこの25代ブレス天皇と26代慶太天皇はね、ここでね皇統が断絶してる。天皇家は万世一系って言ってるけども、ここで断絶してる。ミステリーサークルです。はい、ほう、そう、ご存知、はい、四天王寺では、はい、この四天王寺を建てたのは誰でしょう。はい、はい、大工さん、ブブー、聖徳太子です。ちょうどでも惜しいね、惜しいね。あの聖徳太子は大工さんです。この四天王寺になぜ鳥居があるの、石があるところには牛があるんだよ。うん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 、分かったかな。なんかそれは分かりましたね。石が牛、ここ重要だよ。この今回の牛石に関してのこの謎を解くにあたって参考になるというか、まあ数学でいうところのフーリエ変換をやってみようかな。はい、やってみよう。じゃあ求めるこの牛の正体、ね、牛の正体をマイナス無限大から無限大までかっこ石切りでエクスポネーションの、マイナス C の DS とやってあげるとどうなるかっていうと牛切りになるんですね。え、これ本当ですか。よく出てきましたね。フーリエ変換、ラプラス変換に次ぐ、いわゆる言霊解析学の重要な変換、これみんなも覚えておくように。あれ、これテスト出るからね。あので答えだけ書いてる。フーリエ変換、ラプラス変換の次に、はい、今回はね言霊ではこれをですね、はい、物の部変換と言います。すごい、物の部。じゃ あの具体的にこれでね古代史の謎を、ね、紐解いていきましょう。はい、物の部変換ですから、はい、練習やってみますよ。はい、なんか分かった。じゃあ FC はそう、やっぱりね計算はね筋肉だからね。はい、計算は筋肉、ね、これをじゃあ物の部変換すると牛の宮殿、牛の宝殿、そう、牛の宝殿。あー、見たことある。これは有名な絵画ですね。はい、神様は牛の背中に立っているの。おー、だからこれも実は牛を拝んでるわけじゃないんですね。ここに見えない神様が立ってる。あー、で牛船ってあるか、これは。はい、獅子船じゃない、牛船。そっか、獅子。とするとこのアークのこの形そのものがある種どっかね牛に見立てられてる可能性がある。これね、メソポタミアのあれっていう謎解きの鍵になってくる。この物の変換を一周してれば誰でも解ける。MI6 です。はい、今月もいっぱいいただいた中から 1,2,3,4 つに4つ厳選して、はい、絞らせていただきましたのでご紹介していこうと思います。はい、まず一つ目、6月7日にいただきました、TO さん、